どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはこのちっちゃいウクレレで皆さんどんどんね音楽楽しもうぜということで日々簡単レッスン動画を公開しております。本日もこの G ラブのガズレレウクレレガズモデルウクレレと初めてウクレレ使いましてレッスン取り組んでいきます。これはね Amazon こっちはね初めてウクレレ Amazon で即ゲットできるんでぜひチェックしてみてください。さあ皆さん、本日のテーマソングなんですけどまず曲名ご紹介こちらです。ドン松田聖子さんのロックンルージュ、ということでこのねめちゃくちゃかっこいいロックンロールナンバー聖子ちゃんの曲ですけれどもここにもちょっと書いてありますけどこれねかなり難しいんですよ。これコードがですねもうねちょっと今日は簡単ウクレレ教室とは言えません。コードがめちゃくちゃ難しい。コードが16個今日出てきますから。難しいコードばっかり出てきます。これねどうしたって出てきちゃうんですよこの曲は。で前々からガズレレでもこの曲取り上げたいなと思ったんだけどもうねどうしても簡単にできないの。もう簡単にできないから難しいバージョンなんだけど、その中でも2つやりますよ。それでもね、4つ弾きのゆっくりバージョンと、かっこいいバージョン、2バージョンやりますからね。いや、今日はちょっと覚悟してください。でも、コードを、未知のコードをいろいろマスターするには今日はすごいいいきっかけになると思います。初級の人はちょっとこれかなり難易度高いですけど、ちょっとやったり人だったらね、これトライする価値があると思います。やっていきましょう。いつものように2バージョンね、今も言ったけど、最初は簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンですからね。はい。今日もレッスン始めていくぞということなんですけど、まずね、ひとまず皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ったけど、私不器用でダメなんですとか、音楽楽器チャレンジしたけど挫折しましたみたいな方本当にあっという間にびっくりするぐらいにどんどんウクレレで弾き語りができますよというプログラムがあります。やってみたいなと思ったら概要欄にガズレレで始めるウクレレのプログラム貼っときますんでそこからどんどん楽しくレッスンしていってください。もうねガズレレ YouTube 動画はですね2000曲以上の多分も数えたことない、レッスン動画の課題曲も上がってるんですよ。でねいろんな曲でどうせやるんだったらね皆さん好きな曲で練習した方がいいと思いますんでこんなのがいいと思います。皆さんが大好きな曲スペースガズレレというように YouTube で検索していただくと出てくるしホームページに行くといろいろジャンル分けのね設定とかもあるんでねぜひチェックしていろんな曲でやってみてください。そういうわけで本日のレッスン動画入っていきましょう。ちょっと難しいバージョンですよ今回松田聖子さんのロックンルージュ。それでもシンプル簡単バージョンゆっくり4つ弾きバージョンやってみる。Pure lips
松田聖子さんのロックンルージュガズレレ流シンプル簡単バージョンというか、それでもめちゃくちゃ難しいでしょ。コードがもう見たことねえコードが山盛りだったでしょ。今日はちょっと難易度高いです。はい。で、ですね、まあ、ちょっとね、これコードがちょっとあまりにもね、まあ、難しい。あ、ちなみにちょっと曲の長さの解説ですけど、これガズレレオリジナルのショートカットアレンジで、1番やって間奏やって、もう最後のサビをやったというね、オリジナルのショートカットアレンジです。もうここまででもなかなかね、もう大盛りですんで、まあ、これ慣れてきたらフルコーラスもできると思います。コード進行一緒ですんで、2番のね、書き加えてやってみてください。まず今日は最初にね、楽譜見てもらおうかなというふうに思います。はい。今日はこんな感じで書いていて、こう2枚に渡ってるんですよ。で、もうちょっとしたらこんな風にドアップにしてみんな映して書けるようにするんですけど、ちょっと1個紹介したいものがあります。これです。ガズクラブです。このガズクラブで、この楽譜がゲットできます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたロックンルージュを含むガズが、今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な数の能動楽譜のストックがあります。その中から毎月5曲皆さんがこの曲がいい、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしていただけるという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは、楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝7時半から365日とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。高難度バージョンロックンルージュです。これね、コードがもういきなりこのA シャープとか G シャープ星とか出てきます。まずちょっとね、コードの解説はこれからしていくから、ひとまずこれ一時停止で移していってください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜の手書きノートのデータ、このデータそのものをダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。このね、今日歌のタイミングのところ上に点がある、これがね、リズムが分かったりとか、歌詞カードには載ってない言葉が伸びることとか、このスペースに値するこのタイミングとかでかなり歌いやすくなっているんですよ、これでも。はい。今日はシンコペーション、これ矢印マークはシンコペーション、かっこいいバージョンで解説します。下にくるっと囲っているやつはかっこいいバージョンで使うコードだったり決めだったりするよということで覚えておいてください。はい。まずじゃあ時間ある方はこれ一時停止で、メモっちゃってください。これ今日コードがね、見たことないコードばっかり出てくると思うんでね、後でちょっとこの後解説するんで、さーっとね、今日はまずこれ楽譜で、これ2番ですね。2番の後半からちょっとこれ流れが変わってきますけど、まあ、C マイナーと、もうすごいですよ。はい。ここで余っ、ロックンルージュ。かっこいい。ロックンルージュ。ロックンロールですよ、これはかなり。はい、そしてこっちがもうサビですね。サビ。で、ちょっとここ見づらくなってると思うんですけど、ここね、サビ繰り返すんで、1回目、2回目で、この上の段が1回目、2回目が下の段というふうで、歌詞を書き分けております。その辺はちょっとね、ご確認くださいと。で、サビこうやってやってきて、ここ間奏みたいな感じでここ行くんですけど、ここ見て、1回目は G7 でタタタって行って、サビもう一回繰り返します。で、2回目終わった後はこの G シャープ押しで C で終わるよという、ここがね、使い分けになってます。テロップの確認と動画と確認しながら見ていってください。さあ、今日出てくるコードこれだけ。やばくない？今日これ史上最高のコードの多さじゃないかな。まずこっちの列は簡単コードなんで、これだけ最初に言っていきます。C、A マイナー、A7、F、D マイナー、D7、G7、E マイナー、7。ここだけで8個あります。この8個のコードは、まずは安心の入門コードのグループ。これ、ガズレレ必須コードのグループだから、これは大丈夫。これはね、10個の入門コードのグループで、ウクレレ始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。これが、
ガゼレリ必須コードなんですけど。これね、10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらね、入門コードなんで超簡単。だけど、いっぺんに覚えようと難しいと思うんで、概要欄にガゼレリ必須コード10個のコードの簡単な楽しく覚えられちゃう動画、解説動画貼っているんで。まずはその第一ステップはここの8個は覚えておいてください。ね。いやー、今日はですね、こっち側のこれですよ。この8個の悶絶コード、今から次々解説していきます。ちょっと見覚えあるやつから最初にさっといこうかな。まずはね、A シャープ。A シャープは、これ、こう、いつもみんな突っかかっちゃうやつ。これとこれとこれとこれ。あるいは、こう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 。はい。この A シャープはこうやって押されて押さえづらいんですけど、これ A シャープはですね、ガズレレ動画でめちゃくちゃ詳しく解説してる動画があります。で、この後にもいろいろ出てくるコードの中で、制覇バレーというね、指一本でこう全部押さえるっていうのもそこのね、A シャープでめちゃくちゃ詳しい動画解説してます。概要欄にこの A シャープと制覇のやり方っていうのをね、動画で強化してるので、そこでちょっとお勉強してみてください。あと、よく出てくるやつは、F マイナー。これもね、同じようにちょっと押さえづらいコード。ここと、こことここです。こんな風に押さえたり、あと、ガズさんを親指で押さえたり、これどっちでもいいと思います。このことについても F マイナーも昔徹底解説動画をアップロードしてるんで、概要欄に貼っておくんで、これも参考にしてください。じゃあ、こっから、見覚えがあまりないコードをどんどん続けざまに、行きたいと思います。G シャープ欲しい、A シャープ欲しい。これ続けてちょっと、お伝えしようと思うんですけど、まず C のとこ、1弦3フレット、ここ、ここ、この3箇所なんですよ。なんで、押さえ方としては、ガズさんはこうやって押さえてますね。3弦人差し指、1弦が中指、2弦が薬指、こういう風に押さえてますね。4弦も弾きます。はい。もちろん、指1本でこうやって押さえてて、これでもいいですよ。はい。これが G シャープ星。これ、星っていうのはガズレレ、オリジナルのコードの呼び名なんで、全然ガズレレのこと知らない人に G シャープ星とか言っても全然意味分かってくんないんでね。これはガズレレ独特の呼び名になってます。で、この形のまんま、1個2個ずらしたのが、A シャープ星でございます。わかる？G シャープの星からこっちに1個2個ずらすわけ。この5フレット中心にこの三角形を作る。ほら、そうすると G シャープ星、A シャープ星みたいな感じで響きがすごくいいんです。これね、たまにガズレレでもよく出てきます。ドリカムとかサザンでもこの辺のコードはよく出てきてるんでね。これはね、ちょっと覚えておくといいと思いますね。はい。ここぜひマスターしていってください。ちなみに A シャープと A シャープ星ってすごく名前似てるじゃないですか。これぶっちゃけね、どっちでもいいです。どっちに弾いてもいいんですけど、皆さん、僕はね、G シャープ星の後は A シャープ星に変えてますけど、G シャープ星から普通の A シャープに行っても問題ないです。どっちでもやりやすい方でいいと思うんで、A シャープ星と A シャープ。どちらか都合がいい方、自分でお選びください。まあ、ガズレレのアレンジとしてはちょっと使い分けたよということでございます。はい、じゃあ次行きましょう。次。D シャープ。これもね、たまに出てきますけど、こことここです。こことここですよ。だからこういう風になる。ここがちょっと間が空くから押さえづらいかも。人によってこれでもいいかもしれないですね。D シャープ行きましょう。はい。あ、ちなみにこのコードネームで D シャープとか、なんとかシャープとかいろいろあるんですけど、これね、フラットシャープって、ちょっと音楽理論的な話になっちゃって、これね、D シャープっていうのは、いわゆる、E フラットとも言えるんですよね。で、この辺の表現って難しいんですよね。なんで、ガズレレではガズレレ必須コードの軸にしてるんで、全部、この D シャープとか A シャープとか U にします。A シャープも、そのスケールとかその音楽理論上は B フラットとかも言ったりするんですけど、まあ、ガズレレでは初心者さんに特化しているので、わかりやすく、一個の表現として、コードのネームをお伝えしてるんで、そこちょっとね、お見知りおきください。ひとまずあんまり考えなくていいです。わかんない方。で、次、G7 サス4もあったわ。これ簡単だった。G7 サス4はこの普通の G7全部押さえておいて、小指1個ね。これは大丈夫だと思います。これ一応よく出てくるやつ。はい。その次はね、C マイナー。これもね、いきますよ。C マイナー、こことこことここです。こうやって1本で押さえて、でもいいし、こうでもいいですよ。3本でこう押さえて、4弦は開放弦。はい。これもね、ちょっとレアなコードですね。あと今日、これもね、嫌なコードで、A シャープ7。A シャープ、これはね、こことこことこことここなんですよ。つまり、1フレット全部制覇バレー押さえといてちょいと立てる。こうですね。ちょっと不思議な響き。これはね、制覇とかバレーとか言うんですよ。こう指一本で全部押さえちゃう。これはさっきのね、A シャープのコード解説の時に、この制覇バレーのね、ものすごく詳しい解説してるんで、概要欄の A シャープのところでちょっと見てもらうといいかもしれない。1フレット押さえといて、3弦の2フレットをこんな風に押さえる。いやー、これでコードの解説終わり。これが次々と出てくるもんだからもうたまりませんよ。まずじっくりコードを、覚えてもらう。これシンプル簡単バージョンもこのコード全部出てきますからね。はい。まあ、いい脳トレになると思います。これはだからもう3ヶ月計画でマスターすればいいんじゃないかなというふうに思います。さあ今日出てくるリズムの解説に移っていきましょう。今日出てくるリズムはこれ、はい。8ビートと8ビートのチャット、カッティングとシンコペーション。
これは今日なかなかリズムもね、濃厚ですからね。はい、今映ってるこの弾き方は概要欄に貼っておきます。リズム、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの URL があるんですけど、そこの中にそれぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされてるんで、動画を見ながらゆっくりマスターしていってください。基本的にはこの曲8ビートだなということなんですけど、ちょっとね、シンコペーションとかいろいろ混ざってるんで、ちょっとね、もう、今日はイントロからちゃんと説明していきます。まずこの矢印マークシンコペーションっていうのがあります。で、イントロだけ、チャがない8ビートでいきます。イントロやってみましょう。ワン、ツー、スリー。なんですけど、これ G シャープ押しと A シャープ押して決めがあるんですけど、タイミングはダンダダンダンダン、最後の1回だけ A シャープ押し、いきますよ、ワン、ツー、スリー、 G シャープ押しダンダン、これです。もう1回、ワン、ツー、スリー、ポダンダダンダンダンですね。最後の1回だけ A シャープ押しになるんですけど、次のグーッとし V の時がシンコペーションなんで、すぐにまた食い込みがきます。最後のところのイントロの後半やってみようか。で、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 8ビートのチャになっていきます。で、今の決めなんですけど、この A メロの中のところも全く同じですね。せーの、ブーッとしブーッとつかあで、はい、シンコペーションね。でここよ、カッコツダンダドン、ミクリス光らせて決めてるけど、ダンダタカダンダン、次はシンコペーションじゃないから海へ、こんな感じでございます。いやー、ここまででもね、この A メロのね、前半だけでも、ね、なかなかなもんです。そしてですね、あとはですね、リズムはもうシンプルな8ビートのチャなんですけど、ミドルテンポなんでね、このグルーヴは大事にしてもらって、速走らないように、リズム速くならないように気をつけてもらいたいなっていうところあるんですけど、やっぱりなんつってもこれコードがですね、難しいんでね、そうだな、ここはもう慣れるしかないっすね。で、サビではバッチリカッティングを入れていこうと思います。1行目ちょっと聞いててください。ピュアピュアリズム、気持ちはイエス、かっこいいでしょ。はい、この行だけどっちとっとどっちとビシッと止まってるでしょ。これカッティングです。左手見てて、このキレ、これキレがいい。キレって英語で言うとカットでしょ。カットです。カッティング、左手でパッと止めてる。これぜひマスターしてもらいたい。ここサビはね、この感じがすごくいいんですよ。はい、このカッティングのやり方もね、さっきのリズムいろいろ概要欄に貼っていくところにやり方書いてあるんで、練習してもらって、ダッツダッツチャカダッシンプルなカッティングなんでね、これちょっと練習してる方だったらすぐできるかなというふうに思います。その後のキースはいいやと言っても、この A シャープ7がね、難しいんですよ。キースはいいやと言っても反対の、結構速度も速いですからね。はい。あー、これはなかなか大盛りなんですね。なんだけど、コードを考えなければリズム的にはすごくかっこよくて、やりやすいリズム。ただ、シンコペーションに惑わされる、前半戦はシンコペーションめちゃくちゃ惑わされると思いますね。グーッとしブースポーツ、この辺ね、歌と絡め合ってるんで、デモ演奏を、これからやるデモ演奏、かっこいいバージョンですね、よーく見ていただいて、研究してて、で、やっぱデモ演奏はですね、やっぱノリをやっぱ重視してるんで、かっこいいバージョンとしてテンポ感結構ノリよくやってるんですけど、やっぱ最初はこの曲超ムズなんで、ゆっくりね、コードがまず間に合わないと思う、みんな。なんでね、これはね、いいトレーニングになりますよ。はい。この冬の間にですね、こっそりこういう曲いっぱい練習しといてですね、コードのこの、なんていうのかな、パワーをね、身につけていきましょう、皆さん。あとやっぱりね、この曲可愛いもんね、めっちゃ。なんかすごくロックンロールの少年を好きな女の子みたいな。そのなんかいい感じですね、やっぱりね。ロックンルージュってこの響きもすごくいいしね、なんか、ちょっとやっぱ胸キュンしますね。名曲です、これは。でも難しい。でもそこが面白いとか、あんまりね、しんどくやんないでくださいね。
楽しくやってくださいよ、皆さん。エンターテインメントですからね、音楽をプレイするっていうのは、笑顔の自家発電ですから。はい。まあ、そんなことを意識しながら、まずはね、ゆっくりでいいと思いますけど、まあ、ひとまずはガズレレのかっこいいバージョンをちょっとご参考にしていただいて、ちょっとやってみてください。いきますよ。松田聖子さんのロックンルージュガズレレのかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー。さんのロックンルージュガズレレ流かっこいいバージョン、めっちゃ難しいコード満載で、いやーこれはね、なかなかなもんですけど、できるのと楽しいですよ。これはぜひ皆さんトライしてみてください。ちょっとお知らせです。皆さん、2023年はガズレレ10周年ということで、5月にイベント開催ということで、お知らせさせていただいていたいんですけど、チケット3会場ともソールドアウト、完売になりました。皆さんどうもありがとうございます。これ5月なんでまたちょっと先なんですけどね、またちょっとこの辺についてね、ご案内もしていきたいと思いますんで、チケット買ってくださった方はぜひ注目しておいてください。もしかしてまた何かあるかもしれないというちょっとつながりのお知らせで、明日2月15日に、この本が、出版されますよ。これ子供と歌おうぜということで、童謡とかキッズソング、これおじいちゃんとおばあちゃんも楽しめる内容になってます。童謡もいっぱいだからね、これぜひぜひ皆さんゲットしてください。そしてですね、この本の出版を記念して渋谷のタワーレコードで無料イベント開催なんですよ。皆さん5月のイベントもね、10周年イベントもね、ソールドアウトになっちゃったんで、ぜひこのイベント皆さん、はせ参じてください。どなたでも参加できるイベントなんですけど、タワーレコード渋谷店さんでご予約いただいたら購入していただくと、すごくいいことばっかりなんで、ぜひともですね、渋谷店さんで、ゲットしてください。電話予約も受け付けてくれますから、遠方の方も大丈夫です。渋谷のタワーレコードでワイワイ盛り上がる3月12日。これ、皆さん、逃さないでくださいね。待ってますからね。よろしくお願いします。あとですね、いつもガズが扱っているこのウクレレ、Gラボウクレレのポップアップショップオープンのお知らせ。2月25、26にお台場にあるデックス東京お台場ビーチでポップアップショップ開催です。フルモデルの思想とか、B ラインとか、アウトレットなどの展示もあって、これはね、ぜひ皆さんお時間ある方はお出かけいただいて、まず触るだけ、弾くだけでもですね、この Gラボの素晴らしいウクレレをご体感ください。最強、最高のウクレレだし、ぜひ手に取ってみてください。そしてね、
ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とか、メトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そして、それのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもね、ガズが使ってるジーラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとか、キャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。